どうもどうも、どうもリップグリップです。2人とも京都大学を卒業しています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、喋りたいことがあるんですけれども、あーいいですよ、全然喋っていただいてね。ご飯の食べ方でその人の育ちが分かるって言うじゃないですか。あ、うん、ご飯の食べ方で倉田も育ちが分かるの？分かる、大体分かりますよね。あ、じゃあ俺の友達に野菜の生産地のことをレペゼンって呼ぶやつがいるんだけど、それはヒップホップ育ちだな。正解。こういうことじゃないのよ。育ちクイズ。こういうことしたいわけじゃないの。あ、ちなみに、冷蔵庫にある筑前煮の作り置きのことを野菜のサイファーって呼ぶのよ。作り置きだからラップもしてるしな。素晴らしい。これ何なの？素晴らしい。これ何なの？違う違う。育ち分かるんだ。違う違う、食べ方って言ったらさ、その食べ方所作の話よ。あ、所作を見ると分かるってこと。そう、分かるってことよ。あー、じゃあ俺の食べ方の所作見てほしいから。ああ、いいよいいよ。一緒にご飯行きたいけど、この後空いてる、うん、あー、この後空いてる。あ、ほんとに？うん。あー、一緒にきんぴらごぼうを食べに行こうぜ。お前、男が小鉢で誘うなよ、おい。ラーメンとかで誘わなきゃ。ラーメンか。そうよ。いや、俺もきんぴらごぼうの口になってるから。小鉢の口なんてないから。そんな小鉢の口なんて聞いたことないのよ。一緒に飯はもう行けないから。え？じゃあまあその何に気をつければいいみたいなの教えてくれたら自分で気をつける。ああ、まあ代表的なので言ったら、うん、こう箸の持ち方とかね。ああ、はい、箸の持ち方か。そう、マジで見てもらった方がいいもん。まあ見ないと分かんないかな。確かにな。まあ、説明するなら、うん、2つの箸を線分 AB 線分 CD とした時に、うん、AB を1対3 CD を1対2に内分する点 P 点 Q に指を置いて AC で食べ物掴んでるわ。お前それ短く持ちすぎだろ。育ち悪いと思われるよそれ。今ので育ち悪いとはっきり言ってくれるのはお前が親友だからだよな。兄弟卒だからだよ。兄弟卒だから頭で図が描けたの。じゃあもうちょっと長く持つように気をつける。うん、長く持ってね。他に何かあったりする？ああ、他こうご飯食べた後の骨の残り方みたいな。骨の残り方だから、その魚を食べた後に骨だけ綺麗に残ってるみたいなね。あー、うん、俺それで言うと、うん、鹿食べた後に鹿の骨を砕いてひびの入り方で日本の未来を占ってんだけど、もうそれ卑弥呼がやってたやつじゃん。弥生の占いで令和の未来見るなよお前。この間出た日本の未来聞く？うん、どっちでもいいけど。ここ5年間でクイズ番組全部なくなるらしいよ。俺たちの未来死んじゃったじゃん。お前そんな不吉な占いやらないで。でも一個食べ方で言うとこだわりあんのよ。あ、こだわり？強いこだわりがあって、おう、この例えばさ、白米があってで汁物があってで突き出しみたいなおかずがある時の話なんだけど、お通しね。まあ、関西で言うと突き出しだ。あ、まあ、これを3つを減りすぎないようにバランスよく食べるっていう三権分立食べ意識してんのよ。三角食べのことかな。三権分立食べなんて聞いたことないから。あ、関東の人は娯楽多くて政治に興味ないからあんま言わないですけど。関西も言わないのよ。政治がどうとかじゃなくて単純に言わないの。いや、でも白米がこれ行政だとして、うん、でこれおかずが立法国会だとして、で汁物が司法で、倉田どうやって食べるとかある？だからね、まあ、ご飯食べて、ご飯おかず食べて、おかずご飯食べて、うん、汁物食べて、うん、ご飯食べて、おかず食べて、ご飯食べてみたいなね。だいぶご飯が多いね。まあまあそうかな。あなたの理想とする国家はだいぶ行政に偏った国ですね。分かるわけないから。国の問題なんか食べ方で。北欧定食食べ方の話だよ。ノルウェーとか。それ定食のメニューでしょ、分かるの。ちょっと違うわ。え、一度にバランスよく食べようという話。おう、だからおすすめの食べ方があって、この行政の依頼に基づいて国会で立法して、その司法を見てもらうっていう違憲立法審査権食いがあるの。ご飯まずくなるかもしれない。食うのまずくなるだろう。やめろそんな難しい食べ方。マジでやめた方がいいか。やめた方がいいよ。まあそうだな、まあ兄弟卒で芸人やってるし定食は向いてないかもね。あ、終わってもよろしいよね。リップグリップでした。ありがとうございました。